はようございます。しくじるという言葉の意味を改めて広辞苑で調べてみると、一番失敗する、し損なって目的を達しない、二番過失などによって解雇されたり出入りを差し止められたりする、また機嫌を損ねると書かれています。しくじりはしくじることに他なりません。お互いの人生にしくじりはつきものでしょう。しくじりの連続こそが人生と言えるような気もします。先日臨床院での勉強会は前奏のしくじりについてでありました。いつもは小川隆先生が修問部を講義してくださるのですが、今回は西院師名と天平獣医の釈と題して特別の講義となりました。なぜこの問題を取り上げられたかというと、それは4月に大乗寺の河野鉄山老師が妙心寺で歴寿街道という儀式をなされて、その時の法語の最後にこの講案を念呈なされたからであります。街道の儀式に参列なされた時の感動を小川先生は今回も熱く語ってくださいました。中国の宋や元の時代から遥かな時空を超えて前輪の伝統が今日まで脈々と受け継がれていることに感動してくださったのです。これは形ばかりではありますものの、伝統を受け継いでいる者にとってはとても励みになるお言葉であります。もっともこれは河野老師が深い学識による見事な法語と実直丁寧な所作とが相まって伝統が今の時代に体現されたからこそなのです。さて、西院と天平の釈について我々はまず碧岩録第98足から学んでいます。そこでまず碧岩録にある記述を参照します。岩波書店の現代語訳碧岩録にある末木文彦先生の訳文を引用します。略語は省いて本文のみを挙げます。天平和尚が暗夜していた時、山陰に参じた。いつも仏法が分かったなどということはもとより、先人の逸話を取り上げるものを探してもおらんぞと言っていた。ある日山陰が遠くから見て呼んでいった。獣医君。天平は頭を上げた。山陰は言った。しくじったぞ。天平は2、3歩歩いた。山陰はまた言った。しくじったぞ。天平は近寄った。山陰。今し方のこの2つのしくじりは、私がしくじったのか、あなたがしくじったのか。天平、私がしくじりました。山陰、しくじったぞ。天平は言葉に詰まった。西院は言った。まずはここで議案後を過ごしため、あなたとこの二つのしくじりを考えよう。天平はすぐさま出発した。ここまでがこの講案の前半部分なのです。先だっての講義もこの前半のところで終わってしまいました。今回注目すべきは、何と言っても河野老師がこの講案について、碧岩録からではなく慶徳伝統録から引かれたことであります。慶徳伝統録については全文化研究所基本典籍創刊本に収められる北宋東禅寺版を用いることが多いのです。小川先生は東禅寺版を元にしながらも、今回は南宋四部創刊本を参照されていました。河野老師はさらに厳密に金蔵本から原文を引かれていたのであります。この一字だけでもいかに老師が綿密に交渉なさっているかがよくわかります。ただ、今回の講案の部分に限っては、金蔵本と四部創刊本とに相違はありませんでした。
この考案が何を言わんとしているのか、伝統的にはどう説かれているかについて、朝比奈宗源老師の碧岩録提唱を参照します。朝比奈老師は次のように提唱されています。これは仏道の基本から言えば、お互いは本来仏です。修行本来仏なり、ただ修行してなるほどそうだということを確認する、諦める。ですから少し軽薄な修行者はちょっとわかると、あ、これでいい、なんだ元から仏じゃないか、そんなに苦しんで修行なんかする必要はない、本来仏なんだ、これでいいんだ、こういう見方をしてしまいます。それは考え方として間違いではないけれども、皆さんお互い何の道でもそうでありますが、仏教の言葉を用いれば、仏道は山に登るがごとく、いよいよ登ればいよいよ高く、海にいるがごとく、いよいよいればいよいよ深しという、何の道でもちょっとやればちょっとわかる、それだけで済むと思ったら違う、いよいよいればいよいよ深しという思想がある、というものです。小川先生はご校長五六の思想史の中で、かくして本則の前段は虚しく終わる、暗夜ずれして天狗になった修行僧を豪住療養の策略で設計しようとした老練な死家の話、そしてそうした死の老婆親切にもかかわらず、それを慢心ゆえに理解しえなかった哀れむべき寺寮の間短パン間の話としておいて、ここまでならそうした話としてこれを読むことも可能だろう。だがこれで終わったならば、この話の意義はせいぜい愚かな反面教師の姿を見せて修行者を戒めるという以上に出ないのではあるまいか。そうした趣旨を円語が本則年老の重要な意義の一つとしていたことは後に述べる通りである。しかしもしそれがこの和の趣旨であるならば、この和はあまりにも錯然たることを免れない、と書かれています。小川先生は五六の思想史の中で、前者の後悔として一章を割いて詳しく論じられています。この考案の深い味わいは次回に持ち越しとなったのであります。講義の途中でも小川先生は何度か河野老師のお考えを伺いたいとおっしゃっていましたので、小川先生のご講義の後、私は河野老師にこの両尺を取り上げたことについて少しお話しくださってはいかがですかと声をかけてみました。河野老師は苦笑しながら静かに首を横に振るのみでありました。そのお姿に私は改めて深く感銘を受けました。私の言葉を受けて喋ろうものなら、それこそしくじりなのでしょう。それに老師が長年の修行の末にこの両尺の考案を取り上げた思いは第三者にわかるようなものではありません。お話しなされてはいかがなどと問うた私も大きなしくじりでありました。その後私が臨済録について講義をしたのですが、これもまたまたしくじりなのであります。しくじりを重ねることこそが人生の営みかもしれません。それでは姿勢と呼吸とを整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどすっと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅっと持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。
最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。